はーい、藤子です。今日はバターと牛乳を使わないでホワイトソース、ベシャメルソースですね、作ってみようと思います。私はね、前にいた家で牛乳がね、よく余る家で、牛乳を使ったレシピをね、いろいろと作ったんで、まあこういうホワイトソースもね、自分で作ることが多かったんですけど、まあ今回はね、牛乳使わないので、ホワイトになるのかちょっとわかんないんだけど、まあ実験してみようと思いますので、お付き合いくださいませ。バターの代わりにキャノーラ油を使っていこうと思うんですが、バターの場合は溶かしながらねやっていくけれども、今回は溶かす必要がないので計量します。で、バター20、粉20、牛乳 200cc の分量でやっていこうと思うんですが、バターをね、油で代わりにするときって、バターと同じ量で油を使うとね、ちょっと油が多すぎる感じになるので、少し油は控えめでいきます。バターだったら 20g のところね、油なので15にしてみました。粉は予定通りの 20g でいきます。ではまず混ぜてから火にかけていこうと思います。で、使う道具はこのゴムベラがおすすめです。この粉を潰すのとか、そこからこそげるのに一番ストレスなく作業が進むかなと思うので。で、バターでやるときは、この熱々になったところに粉を入れると思うので、慌ててしまうと思うので、この作業は火を止めてからやるといいと思います。では、火にかけていきます。で、まあ冷たい牛乳の代わりに冷たい水 200cc を3回ぐらいに分けて混ぜていきます。で、この混ぜてる時に生地が跳ねる時があるんですが、この生地はものすごく熱いので、やけどしないように気をつけてやってください。はい。で、その都度その都度ね、この塊がね、均一に滑らかになってから次の水分を入れて混ぜていくとうまくいくと思います。でね、だいたいダマダマがなくなって滑らかに全体が混ざったかなっていう感じなので、出来上がりだと思います。まあ、塩コショウしてね、味を整えたりとかするみたいなんだけど、まあその後のね、使用用途によってその辺は個人で変わってくるかなと思いますので、ホワイトソースの作り方としては、ベシャメルソースの作り方としては、まあこんな手順でやってました。強火だったかなっていうふうに思うんだけど、なんか久々に作ったんでね、こんなに前は時間かからずにあっという間にできた気がするから、もしかしたら前は強火でやって、で混ぜる作業だけ火を止めてでやってたかもしれないなみたいな感じ。今日はなんか弱火でね、ずっとやってたんでだいぶ時間かかったけど、まあね、出来上がったものが同じであれば問題はないかなと思うので、乳製品を使わずにホワイトソース作ってみたいなっていう時があったら
挑戦してみてください。私はこれから野菜のこれは、シチューかなんかにでもしてみようかなと思います。ではでは。